て、このクロスボール非常に素晴らしかったですね。間に、入れましたから、まあ、その後のシュートも抑えが効いた、本当にすごいシュートでしたね。ここもハーフボレー、しっかり抑え込みました。徳島の先制点もね、このシュートのこぼれ球だったんですが、はい、このシチュエーションですので、しかも今日の大一番です。かなりプレッシャーがかかった、はい、まあね、シーンだったと思うんですが、町田大和大仕事、これが7点目、チームのトップスコアラーです。